お疲れ様です。今日はね、とっても珍しいニュースからお届けすることになります。経済指標カレンダーですね。もう週の頭に申し上げていたことですけども、今日3月29日金曜日は、アメリカもドイツもフランスもイギリスもオーストラリアもニュージーランドもスイスもカナダも南アフリカもシンガポールも香港もメキシコも休場ということで、市場がありません。まあ、動いてるのは日本ぐらいなもんでしょうね。で、材料がパラパラと出てきてですね、こう一日を過ごすわけですけども、まあ夜ね、こういった材料は出るみたいですね。市場が休みでも。まあですんで今日はね、あれじゃないですか。お休みになっていいんじゃないですか。夜アメリカでパウエル議長の発言が出たりとか、PCE のデフレーター出たりとかしますけどもね。まあ、今日はお休みでいいんじゃないですかね。今日、明日、明後日と3連休取って、今月をまあ終わりにするということで、4月に向かっていただければいいと思います。まあ、ちょっと今日はあれじゃないですか。ここまで手も足も出ないと動きはないんじゃないですかね。あったにしても予測不可能ですよ、テクニカルでは。お疲れ様です。それでは改めて3月29日金曜日朝6時の相場解説に向かおうと思います。タイトルは「休場とレンジレンジ」でございます。このようにね、レンジの中に、すっぽりと価格の動きっていうのが入ってます。まあ、それまではね、激しい動きをこうやって見していたわけなんですけどもね、上昇トレンドがぐーっとありまして、ここで152円水域で終わったよってことになります。まあ、財務省からの牽制もありましたんでね、神田財務官を久しぶりに見ることになりましたけども、まあ、顔も見慣れてきましたよね。はい。で、今日はね、まあ、大体、お話したように、休場した方がよろしいかと思います。その中で4時間なんですけども、レンジインレンジの方になってきたかなと。まあ、大筋では、このレンジの中に値動きっていうのは収まっていたんですけども、まあ今はね、ここにしか値動きがないでしょ。ここにしかね。これがレンジンレンジの状態です。ちょっと1時間の方を見ていきましょう。はっきりしましたよね。だから上がね、だいたいこの辺りじゃないですか。値動きがあるって言っても。で、下がもうここじゃないですか。ここまでだから、上下の動きってのが抑えられてきたってことなんですよ。ね、もともとはこういうふうな動きがあって、で、上に飛び抜けて下に行ってって感じだったんですけども、もう今日の休場を前に、こういうふうにね、動きっていうのが限定的になってきました。で、151の485っていうのがここに引かれて、151の165ですから、上下が30ですね。30ピップスの上下ですから、これはもうレンジンレンジを見た方がいいかなと思います。こんな感じです。ただ、まあ今日は休場のところが多いんでね、まあもう本当に、ただこういう事実が見えるよっていうことだけで、トレードをしましょうとか、どこでどういうふうにエントリーしましょうっていうのは、もうちょっと成り立たないかなと思いますね。ということでね、まとめの放送、5時前後にさせてもらいますけども、まあ、今日は皆さんリラックスしてお過ごしください。で、次、週が明けたらね、今度4月になりますんで、4月は1日からマーケットが始まりまして、バッチリとね、4週間戦えると思いますので、4月、新しい新学期ですか。そういった新しい年度に向けての新しい資金を見ていきましょう。それではお疲れ様です。